国産ロケット新時代の幕開け、H2Aロケット29号機が24日、商用衛星だけを乗せた国産初の準商用打ち上げに成功し、発射基地の種子島宇宙センター、鹿児島県、関係者や見学者が喜びに沸いた。種子島では宇宙ビジネスが軌道に乗れば、地元の観光や経済活性化につながると期待が高まっている。発射地点から 6.5 キロの長谷展望公園には全国から約900人が集まった。午後3時50分、ロケットがゴー音とともに飛び立ち、青空に功績を変えた。日本の宇宙産業発展をかけ、飛距離などを伸ばした高度化ロケットの発進。北九州市から有給休暇を使って訪れた会社員、松井幸喜さん、34、は、音と光が感無量。日本の技術力を世界に示すために、ぜひともプロジェクトを成功させてほしい、と、声を弾ませた。同じ島内の西の表市から家族と、北瀬下直行さん、62、は、4度目だがやはり胸に迫るものが、違う、期待を見届け、スタッフやロケットに、頑張ってほしい、と、エールを送った。打ち上げから約4時間半後、衛星が予定された軌道に、投入されると、種子島宇宙センターでは、三菱重工業と宇宙航空研究開発機構、JAXA のスタッフから拍手が沸き起こった。商用衛星の打ち上げが増えれば、島にも大きなメリットをもたらす。地元の南種町商工会の寺田栄一郎会長、68、は、打ち上げ成功に歓喜した。経営する伝説会社は宇宙センター関係の工事や旅館の改築などを受注してきた。ただ、近年はセンターの設備も合理化が進み、関連業務は減少傾向だった。寺田会長は、打ち上げの増加はより観光活性化につながる、と期待する。南種町によると、JAXA などが約10年前に試算したロケットの観光面の経済効果は年間約70億円に上る。JAXA によると、2020年度初打ち上げを目指し開発中の後継機 H3 はより低コストで年間6、7回の打ち上げも期待できる。三菱重工の阿部直飛行中事業部長は打ち上げ成功後の記者会見で、種子島では今回の打ち上げを発注した海外企業関係者らの歓迎会を開いたり、飲食店にフランス語のメニューを用意してもらったりして、スタッフは喜んでいた、と、地元の手厚い支援を国際市場で戦う強みとして挙げた、津島文と。よろしければチャンネル登録をお願いします。スマホの方は動画の下のチャンネル登録からお願いします。